東京スクエアガーデンは東京都中央区京橋3丁目に所在するオフィス、コンベンションルーム、医療施設、商業ゾーン等からなる大型複合施設。第57回 b c s 賞2014年度グッドデザイン賞を受賞。旧片倉工業本社ビルや京橋3丁目ビルなどがあった中央通りと丹イ橋通りの交差点に面する計画地に 複数の地権者とデベロッパーの共同事業が都市再生緊急整備地域の都市計画決定を受け計画され、環境特区にも指定されていたことから、その象徴として、京橋農家の形成、公民一体となったエリアエネルギーマネジメント機能を持つ京橋環境ステーションの設置、都市機能を補完する地下鉄駅連絡通路整備や広場の設置も計画され、 大型複合施設の整備に着手。約29ヶ月を費やし2013年4月に開業した。建物は地下4階地上24階建てで、地下1階から地上6階までが商業、サービスゾーンである東京スクエアガーデンショップレストランとなり、物販、飲食以外では地下1階にコミュニティ放送局の中央 FM3 階に バイリンガル対応の子育て支援施設、キッズスクウェア、東京スクウェアガーデン4.6階に、亀田総合病院が開設した、外国人患者の受け入れ可能な、亀田京橋クリニック5階には、最大500名が、収容可能なコンベンションホール、東京コンベンションホールなどが入った。上層部のオフィスには1階のエントランスから、直行エスカレーターで3階のオフィス共用ロビーに向い、 そこからエレベーターで各階に移動する方式を取り、一辺68メートルの正方形の平面に約3400メートルのオフィスを計画した。外観を特徴づける帯差しを持つ外装システムは、ビル内への直射日光を妨げ、室温が上がらないようする工夫であり、窓も断熱性能の高い服装ガラスにして空調効率が高められている。 東京駅前立地をストレートの表現した東京四角形の敷地や正方形を積み重ねたような外観の特徴から地下鉄京橋駅と直結する地下駅前広場から6階までの間床がランダムに折り重なる形状の緑地空間京橋の丘が整備され落葉樹を主体に約140種が植栽されている京橋地区の緑のオアシスとして際立つことから わざわざ写真撮りに足を運ぶ外国人や観光客が目立つという。キューブリジストン本シャビルは解体され、跡地にはミュージアムタワー京橋,橋が建てられ、1から6階部分にアーティゾン美術館が2020年1月18日に開館している。ありがとうございます。